どこに行くの？よし、行くぞ。はい。歌はいつも元気ね。見ていて飽きないわ。セリさんもフィーのことそんな風に思ってくれてたんだ。おかしいかしら。うん。でもセリさん、あんまり感情を表に出さないからどう思ってくれてるのかわからなくて。オーレン族も小動物を飼うことはあるの。私も飼ったことがあるわ。だからフィーのような生き物は可愛く思って、私は好きよ。よかったね、フィー。露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。セリさん、この前言ってた種ってどんなのを探してたの？コナードルを救うのに必要なものよ。コナードル？あなたたちがいた。コナードル。私はそこで生まれ育ったわ。私はあの地を浄化する力を持つ特別な植物の種を探しているの。浄化？フィルフサに養分を吸われて腐敗してしまった地を浄化できる強い植物が欲しいの。そうだったんだ。ええ。心当たりある？なんかやってるから植物には詳しい方だと思うんだけど、聞いたことないな。そんな植物本当に存在するの？わからないから探してるの。そっか。でもセリさんの目的は分かった。その植物の種探し、私も協力するよ。絶対にセリさんの故郷を浄化しよう。心強いわ。ちょっとそっけないような。それともこれがセリさんの普通なのかな。あれ？あそこに。クリフォードさん、何読んでるの？あるトレジャーハンターが書いた自叙伝さ。子供の頃から何度も読み返している本なんだ。俺がトレジャーハンターになるきっかけにもなった。ま、俺にとっての起源みたいなものさ。へえ、トレジャーハンターの自叙伝か。なんだか面白そうかも。お、フィーも興味あるのか。気が合うじゃねえか。どうだ、俺のとこ来ないか。相棒に迎えてやるぜ。フィー。やれやれ、釣れないね。どんなことが書いてあるの？教えてやってもいいんだが。いや、やっぱり俺の口から語るもんじゃねえな。興味があるなら今度貸してやるから、自分の目で確かめてみな。いいの？じゃあ楽しみにしてるね。
クラウディア、こんなところで何してるの？ちょっと散歩をね。ピーちゃんは元気だね。そう、うん、大賛成。そっか、やっぱりお仕事大変そうだね。ライザが思ってるほどじゃないよ。最初の頃はちょっと大変だったけど、今はもう慣れちゃったし、交渉とかもできるようになったんだから。そんなことまでやってるの？うん、いろんなことやってるけど一番はそれかも。この前は金額交渉でちょっと揉めちゃって大変だったな。大丈夫だったの？正直慣れちゃったかな。よくあることすぎて。すごいな。やっぱり小さい頃からルベルトさんのお仕事そばで見てたおかげだね。とってもかっこいいと思うよ。ありがとう。ライザたちと離れてからの3年間、寂しくなる日もたくさんあったけど、ライザにそう言ってもらえると頑張ってきてよかったなって思えるよ。3年長かったよね。こっちにいる間は遊ぶ時間いっぱい見つけて離れてた時間取り返そう。うん、楽しみにしてるね。も一緒なの？こんにちは、ロミーさん。いつもお世話になってます。いやいや、こちらこそ。二人とも何かあったの？この前、ロミーさんのお店に商品を下ろしたの。へえ、二人ともお仕事のつながりがあったんだ。いや、でもいいところに。ちょっとクラウディアにお願いしたいことがあってね。お仕事のお話ですか？そうそう、急に空間フルーツが必要になっちゃってさ、バレンツ商会で扱ってる分少し回してほしいのよ。なるほど。でもあれはうちにとっても看板商品ですから。数と卸値はこれくらいでどうですか？取れたて新鮮なら良心的だけどね。今だと在庫の分を買い取る形になるから。そう、数と卸値はってところじゃないかね。いいとこついてきますね。でも最初に提示した額でも買う人はいるので。二人とも一歩も譲る気ないみたい。喧嘩にならないといいんだけど。わかりました。ではうちの在庫を買い切る形ならそれで手を打ちましょう。その時はもらわないとね。ぶっちゃけ在庫処分困ってるんでしょ？全部買い取ってくれるんですね。うん、今この場で在庫全部買い取るわよ。では交渉成立です。いい取引ができました。こ、話がまとまったみたいで安心したよ。喧嘩でも始まるんじゃないかと思った。大げさなんだから。これくらいの交渉はいつものことだよ。クラウディアは交渉がうまいからね。いつも楽しませてもらってるよ。私もロミーさんにはいつも勉強させていただいています。あれ、私ロミーさんに商品を下ろすとき交渉したこと一度もないんですけど。だってライザ交渉なんてできないでしょ？うん、できないけど。だからありがたいし大好きなのよ。まあ適正価格で買い取ってるから安心していいわよ。ロミーさんは良心的な人だからその点安心だけど、ライザも少しは交渉の勉強した方がいいかもね。
どこに行こうかな。よし、冒険にはトラブルがつきもんだからな、警戒を怠るんじゃねえぞ。昔は爆弾もあった方がいいと思ったが、実際そんな使わねえんだよな。取れた。神秘的なのは分かったけれど、これ結局どういうものなのかしら。なんだこいつらかよ。そこだ。よっと。はあ。セーター、連続よ。そこだ。よっ、はっ、はっ、はっ、ライザー、任せてくれ。と行って、セーター、連続よ。メント、任せるね。はっ、はっ、セーター、連続よ。カオ、よろしく。カオ、よろしく。そこだ、セーター、連続よ。まとめていくよ。しび
せ連続よそこだ倒すやっけはぁ飛んでけ僕もちょっとだけ鍛えてるんだよねうちの会社でも扱ってる材料だ。おう、どこに行く？よーし。なんだか胸がドキドキする。おう。これ結構珍しいものかもなんだこいつらかよそこだよっとはぁセーター連続よそこだよっとはぁライザーレント行ってレントよっ任せんとはぁセーター連続よそこだよっとはぁとりあえずセーターよろしく飛んでけ特訓のせいやっちまえセーターパティ剣の腕を見せろそこセーターよりやセーター連続よあっち剣受けその剣が見えるかしらセーター連続よライドさんお願いします
素材の状態だとそこまで危険じゃない。取れた。調合すると凶悪になるんだよね。取れた。綺麗な石ね。はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。これでかける。とりあえず。レッド。一点。正解。連続よ。特訓の成果だ。任せるね。正解。連続よ。よっ。はあ。せい。しびれてみるか。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。任せて。特訓の成果だ。連続よ。どうだ。やっ。カオ、やっちまえ。ほらよ。正解。連続よ。どうだ。そこよっ。飛んでけ。特訓の成果。大丈夫か。正解。これとこれ、こっちのも使おう。仕事の手伝ってるんだ。錬金術師をするのは認めるけど、それはそれ、これはこれ、家のことは手伝って当然ってね。カールさんとミオさんらしいね。手伝いサボって怒られてるライザ、よく見たよな。ライザさん、ご在宅ですか？あ、パーティー、入って入って。いえ、大丈夫です。ごめんなさい、お邪魔しちゃったみたいで。そんなことないよ、大勢で話す方が楽しいもの。そういうこと。ほら、入って入って。ウィーウィー。あ、わかったから。押さないで、フィー。本当に私がいてもお邪魔じゃないんですか？そんなことねえって。いろんな奴が集まってこそのたまり場だからな。いや、一応アトリエなんだけど。でもみんなでこうしていると隠れ家のことを思い出さない？懐かしいね。あの隠れ家ってまだ残ってる？もちろん残ってるよ。みんなで快適に過ごせる大きさだもんな。そりゃ一人で使うには広すぎるか。あれからもう3年。またみんなで集まりたいね、あの思い出の隠れ家に。しかし3年か。一丁なんだけど、あまり長く感じなかったな。うん、毎日やることが多すぎて忙しくてさ、あっという間に。でもね、みんなのことを考えない日は一日もなかったよ。仕事してるとき、食事中、眠る直前とかにも、みんな今頃何してるのかなって。私も森に行ったときは特にみんなのこと考えてたっけ。
て、ここ暗くなるとこじゃなくない？そうね、今は久しぶりにみんな揃ってるんだもの。しんみりした感じでいたらもったいないよね。そういうこと。そろそろおいとまします。帰りが遅くなると家のものが心配するので。あ、それじゃあ送って。いえ、少し歩いて帰りますので。それでは。素敵な人たち、3年も会ってなかったのに、あんなに仲がいいなんて。あの人たちはお互いを大切に思ってるけど、恋愛感情とは全く別の温かい。知ってばすごい勘違いをしてる。手がかりはなしか。タオでも見つけられてないのに簡単にあるわけないよね。あ、そういえばフィーはどうしたんだろう。いつもなら遊んでって来るのに。こんなところにいた。遊び疲れたのかな。最近よく寝てるな。遊び回るのも大変だけど、これはこれでちょっと寂しい。かわいい寝顔しちゃって。うり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 。危ない危ない。起こしちゃかわいそうだよね。おやすみなさい。